ラブシーンは実はないんですよね、うん、でこれさっきもありましたけど、そのアダルト色というかを薄くするのに苦労とかありますかってあったんですけど、うん、私見た感じ、うん、まずパッと感じたのがおしゃれだなと思ったんですよ。この映画おしゃれ。あ、そうだね。なんて言えばいいのかな、そのさっきのローターが動いてたのとかも、うん、なんかえ引くんだけどってならなかったというか、引くとかじゃなくてちょコメディタッチな感じ。コメディタッチ、うん、ああコメディタッチっていうかさ、エロくはない、エロくをあの捉えることはないですか、うん、だから本当にだからそういう点もグッズを使ってるってことで18禁になってるっていうだけでね、だけで本当夢を追いかけてる女の子がどういうふうに夢を軌道修正してってっていう感じのストーリー、うん、いいこと書いてる、ポップで可愛い感じに仕上がってるんですよ。そういう感じで監督なんかありますか、そのアダルト色を薄くするとか苦労したとか。そうですね、これだから、うん、扱ってるものがねラブグッズなの で、うん、で開発自体も先ほど出てた、はい、あのうさぎちゃん、うさぎちゃんラブうさぎ、今日のプレゼントになってます、こちらですね、うん、まあ、見ていただくと分かるんですけど、まあ、あそう CM 出てたもんね、出てます、大丈夫です、うん、これをまあ開発するということなんですけど、うんうん、まあ、実際ね使い方さっきご説明あったみたいに、はい、男性器をそこで、うん、入れまして入れて女性も楽しめるっていう、うん、まあ男性と女性の間にあるっていう、うん、まあ、画期的なものだったりとかするので、うんうん、まあ、想像すると結構、まあ、ちょっとなんつうアダルト色が出てきてしまうんですけど、うんうん、まあ、本当に作ってる、うん、あの会社の方としてはもうそういうの抜きにして、うん、あの作ってる感じがそのまま出てるような、うんうん、だから真面目に本当に捉えてもらって、でただそれだけで突き進んでいったという感じですかね、うんうん、LC の会社自体が確かにそういう可愛いポップなイメージでやってますもんね、うんうんうん、でも私本当に見て思ったのが、うん、あの夢がすごい詰まってるなって思うし、うん、でなんかそのこのあかねちゃんとなんか自分も似てるじゃないけどさ、なんかちょっと置き換えますよね、置き換える部分もあるし、うん、でもじゃあ例えばうちらのお笑い芸人だとしても同じことで、じゃあ芸人としてどうしようと思って一回辞めたとしても、でも芸人になりたいけどいろんな形の芸人があるわけで、モノマネ芸人があったりとかネタをやらない芸人、ネタをやる芸人って感じで、あかねちゃんもデザイナーだけど本当はこのデザインをやりたかったけど別の形でデザインをできたりとかっていうのもあったり、うん、でそれで一緒になんかあの主題歌を西園寺さんが歌ってるわけじゃないですか。そうですよ。で西園寺さんももともと歌手になりたかったけど、うん、それをちょっと一旦軌道修正して会社に入ったけど、結果その会社で働いてたら映画を作るようになって、それでどんでどの流れで、うん、じゃあ歌う人がって言ってたら、じゃあ西園寺さんでってなって、うん、そしたら結果自分のその西園寺さんの夢もそこで叶ってるし、で会社の流れもあって、うん、だからこう夢が本当にいろんな形で詰まってるなっていうのは思って、うん、あの LC さんの LC スタッフさんも、うん、映画を作るのがもう夢って言ってましたもんね、この前飲んだ時も、うん、だから確かに夢が詰まってる。そうだから、うん、ラブグッズを作る会社とはかけ離れた夢を持ってたけど、でもそこの会社に来てそれでまた自分の夢もつながるっていうね、うん、夢とか目標って持ち続けることって大事だし、どこでどうなるかわからないなっていうのはちょっと映画を見て改めて思ったりね。本当ですか。泣いちゃったもん。泣いちゃうんだ。本当に。よかった。作ってる人たちの夢も叶ってるし、実際にこの映画でね、で主人公の子も持ってもし、うん、でもそれこそ監督も同じ気持ちだった時あるんですもんね。ありますね。ずっと監督やりたくて、うんうん、助監督やって、うん、でじゃあすごい対策ができるっていうわけでもなく、うん、だけれども、うん、そのやっぱりその場その場でどう覚悟を決めて頑張るのか、うん、でその頑張らないと次もないし、うん、やりたいあれやりたいこれやりたいって言ってるだけでは、うん、まあ、先には進めないですから、ね、そうなんですよ。だからこれ映画見た時も私も本当そうだなと思って、うん、やっぱね、やりたいことだけがやれる世界じゃないっていう、ね、自分やりたいこととまた求められてることも違うし、どのジャンルだとしてもね、うちらのこういうジャンルもそうだし、普通の会社だとしてもやりたくない仕事もやらなきゃいけない、うん、それも仕事、うん、で結果それはやりたいことみたいなことがあるから、うん、それで改めて思って、いやちょっと私もちょっと本当にもう一回ちょっと頑張んなきゃなって思って、うんうんうん、だから元気が出る、で目標もなんかまた自分で作ろうって思う、うん、映画だし、あとは本当コメディータッチで笑える部分もいっぱいあるし
あとバイブってこんな動きするんだなっていう、うん、そうですね、そっか、いや、あの撮り方は本当にすごいなって思って、上手上手って上手とか言ったらあれだけどね、だけど、うん、面白いなって思って、でバイブって使うイメージは一つしかなかったんだけど、うん、あ、実際こういう風に置いたらこういう風に動くんだね、あの洗面器っていうかね、洗面台にね、そうそうそう、そうそうそう、あれも演出というか、そうですね、実際やってみて、うん、で本当にああいう動きするとは思わないじゃないですか。なかなかね、本当に首にぶら下げてましたけど、ね、聴診器のように先生みたいに、いやだから本当になんかあれが、だからいろんな角度で、だからそう、だからなんていうんだろうな、エロいイメージでだけしかなかったラブグッズがちょっとなんか可愛く見えてくるし、そうそう、なんかこういうので別の使い方もあるだろうし、ね、さっきあの番宣でもありましたけど、バイブを肩なんていうんですか、うん、リボンとかしてすっごい可愛くなってたりとか、うんうん、あとこれいいのかな、バイブみんなで持って乾杯とか、よし、あ、使われてた、ね、あ、本当、あそこもめちゃくちゃ面白い、うん、笑いの要素がちょくちょくあるから、どこに置くかっていうのは悩むじゃないですか、うんうん、俺もだから俺がもしその気持ちだったら、うん、じゃあどこに置いて、うん、隠すったってあれだし、うん、ちょっとどうすっかと思って、うん、ああいうアイデアになって、ね、見せるかっていう、もう、うん、オブジェとして、そう、あ、そっか、でもそうすることによって全然こちら側もこれから見るイメージが変わるよね、うん、今までだとやっぱ隠そうとかさってなるけど、やっぱそうやって出すことによってイメージが変わってくるから、うん、で映画を見ると絶対イメージが変わると思う、そうそう、だからこれもプレゼントにしてもいいだろうなとも思うし、うん、女の子が持っててもいいもんなんだろうなっていうふうに全然思うし、おしゃれだもんね、うん、めちゃくちゃ、いやだから本当にね、いろんな見方ができると思う、これ、うん、家に置きたいと思う、そう、そう思ってくれたら、うん、いいですね、見て後にね、あ、よかった、よかった、ありがとうございます、ママとハマっちゃった、みんな来てる、うん、オブジェとしてなるほどなとか、あのディスプレイいいですよねとか、あ、嬉しいですね、うん、あ、でこれなら友達と見に行く、そうそうそう、ぜひね、友達と 見てもカップルで見てもいいし、全然大丈夫だと思います、そう、一人で見ても全然いいと思う。